ウィリアム・アレクサンダー・ウィルソンは、サウジアラビア王国東部州、ダーラン出身の元プロ野球選手、ウト右打ち。サウジアラビア生まれだが、これは、父親が、石油会社に勤務していたためで、生後2年で、アメリカ合衆国へ帰国。ウィンスロップ大学の在学中の2007年の夏に、トミー・ジョン手術を受ける。その後、テキサス A&M 大学に編入する。 2008年の MLB ドラフト10巡目でシカゴカブスから指名されたが入団しなかった。2009年の MLB ドラフト2巡目でボストンレッドソックスから指名されプロ入り。クレイグスタンスベリーに次いで史上2人目のサウジアラビア出身の選手となった。2012年11月には40人枠に入った。2013年4月10日、ジョン・ラッキーの故障者リスト入りに伴い、 メジャー初昇格を果たした。翌11日のボルチモアオリオールズ戦で、メジャーデビュー。5月17日のミネソタツインズ戦では、2対2の同点の9回裏西から登板し、打者1人を2球で抑える。その後10回表に味方が勝ち越し、メジャー初勝利を挙げた。ボストンレッドソックス時代2014年3月7日に、レッドソックスと1年契約に合意した。 3月13日に、トリプル A 級、ポータケットレッドソックスへ移動した。開幕後、トリプル A 級ポータケットでは18試合に登板して一勝、0敗後セーブ、防御率1.42と高騰。5月23日にメジャーへ昇格した。その後はメジャーとマイナーを行き来しながら18試合に、登板、防御率1.91、ホイップ0.88という好成績を残した。 2013年に4.6だった9イニングあたりの予し休率を1.6まで下げ、請球面でも成長を見せた。一方、前年に1本も打たれなかった、本塁打を3本浴びた。2014年12月12日に、リック・ポーセロとのトレードで、ヨエニス、セスペデス、ゲイブ・スパイアーと共にデトロイト・タイガースへ移籍した。デトロイト・タイガース時代2015年は、 タイガースのリリーフ陣の一角に定着し、大ブレークを果たした。1試合の先発登板を含む59試合に投げ、防御率2.19、ホイップ1.03という好成績だった。2016年はすべてリリーフで62試合に、登板。前年ほどの好成績ではなかったが、それでも、防御率2.96、4勝、ホイップ1.22という成績を残し、 安定感あるリリーバーとしてタイガースのブルペンで躍動した。2017年開幕前の2月9日に指名投手枠で第4回 WBC のアメリカ合衆国代表に選出された。シーズンでは8月24日のニューヨークヤンキース戦でトットフレイジャーに報復として小石球を与え、両チームから選手が入り乱れる乱闘を起こして退場になった。 8月25日に MLB より4試合の出場停止処分を受けた。この年は自己最多の66試合に登板したが2勝5敗にセーブ防御率4.50と低調な成績であった。2018年は59試合に登板して2勝4敗防御率3.3643奪三振を記録した。 オフの11月30日にノンテンダー FA となった。2019年2月9日にクリーブランドインディアンスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになったが、3月23日にミルウォーキーブルワーズと75万ドルの単年契約を結んだ。4月29日にリーフとなり、5月1日に マイナー契約で参加の AAA 級サンアントニーをミッションズへ配属された。8月3日に自由契約となった。2019年8月5日にカブスとマイナー契約を結んだ。オフの11月4日に FA となった。2020年1月5日にタイガースとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。 6月25日に放出された。7月28日に引退を発表し、バレンギグループのアドバイザーに就任した。ありがとうございます。